マーローズは、ウェールズ、ペンブルックシャーにある、小京区の村落であり、マーローズ半島に位置し、ミルフォードヘイブンの西1 1トル、セントブライズ湾の南海岸の西端に、形成されている。ペンブルックシャーコースト国立公園の一部であり、京区にある9 7キロメートルの陸地の、海岸線には、ペンブルックシャーコーストパスによりどこからも行きやすい。セントブライズを加えたコミュニティとして、 マーローズセントブライズを構成しており、その人口は2001年の国勢調査において323人、2011年には305人とされ、2019年6月末の推計では329人となっている。マーローズの名は、コウェールズコのメール、剥き出しのトロス、出現地、または、岬に由来するとされ、スコットランドのメルローズと同様である。現地では、 MAR ロゼットと発音される。リートル、イングランドビヨンドウェールズと呼ばれる地域の一部であり、900年にもわたり本質的に英語が話されていた。マーローズ半島のペンブルックシャーコースとパスからの景観マーローズサンズの浜辺が、マーローズの南西の位置にあり、イギリスにおける最高の砂浜の一つとみなされている。 半島の中央部には宮と呼ばれる広い湿地となる水域があり、共にナショナルトラストにより保全、管理されている半島の一端には島をつなぐマーチンズ、ヘイブンがあり、もう一方の先端にはゲートホルム、また西方の沖にはグラスホルムの小島がある。ナショナルトラストが半島の西側半分を所有し、その西端にある誰でも入れるウォーキングトレールとなるディアパークなど、 散策並びに野生生物の灰色アザラシ、紅シガラス及び二室の目取りなどの観察に適した区域がある。ディアパーク一帯はかつて20世紀初頭までセントブライツのケンジントン辞書の一角であり、実際には鹿がいたことはなかった。ディアパークという名称は1800年頃に鹿公園を開設しようとしたことによる。現在、ここにはナショナルトラストにより、 ウェルシュマウンテンポニーが環境の保全のために放牧されている。このディアパークの崖の上には、岬の海岸線に防御された、鉄器時代の居住地としての取があったことが認められる。また、かつての沿岸警備隊の小屋は、2009年よりしによるウルタックポイント監視基地として使用されている。ウェールズうちの至るところが、サミュエル・ルイスによる1833年の著書 A。 トポグラフィカルディクショナリーオブウェールズに記載されている。マーローズについての記述は次のようになる。マルレ数百のロースの小教区、ペンブルックのカウンティー、南ウェールズハーバーフォードウェストから11マイル427人が居住する。この小教区はマグルスウィックワンの南岸に位置する。ごく一部を除き、一帯は工作地や牧草地からなり、 取り囲まれて海墾が行き届いている。村には、主にロブスターやカニの水産業で生計を立てる、漁師が住み、ここでかなり広く営まれ、ヒルが売られ、マルレミアと呼ばれる60から70エーカーに及ぶ、水域一面に帯だしく見られて、夏の間にはそこは乾燥し、牛に格別の牧草地をもたらす。教会は、聖ペトロに捧げられ、小さな建物で、 重要な建築的材木はない。かつての建造物として、聖マリアに捧げられたものが、砂浜の近くにあったが、海水の侵害により破壊された。マーローズ宮では、かつて薬用のヒルが、出血や傷の洗浄のために採取され、ロンドンにも送られていた。マーローズでは、今日も、羊や牛の牧草地及びジャガイモなどといった、工作地における農業が営まれている。 聖ペトロ協会、マーローズの聖ペトロ協会は、古くは中世にまで遡り、1291年にエケレジアでマルローズの名が認められる。1875から1877年に大改修がなされており、その後、1987年6月には新たな屋根が整備された。マーローズ時計塔、マーローズの時計塔は、 1904年に第4大賢人トン団尺を記念してペンブルックシャーリベラルアソシエーションにより建てられたものでアーツクラフツ運動に触発されたという独特な衣装の時計塔は地元で取られた石を使用して構築された。ありがとうございます。